はい、皆さんこんにちは。今日はね、こちらセキュリティ防犯カメラ 1080p 無線バッテリー式の LED 防犯カメラ、配線コード不要でどこにでも設置できるコンパクトな最新型のリトモルさんのバッテリーカム2のご紹介です。こういった感じのね、どこにでもつく電源コード不要バッテリー充電式のバッテリーカム2を見ていきたいと思います。まず内容物からです。ではどうぞ。それではね、パッケージ内容を見ていきたいと思います。まずこれが本体のリトモルのワイヤレス防犯カメラ本体となります。球形のものとなります。ここ着脱できます。取り付けブランケットがついております。洋様なね、取り付けができます。もちろんこちらブランケットと同時にブランケット用両面テープがついております。そしてそれに取り付ける各種アンカーとネジが入っております。充電するためのタイプ C のケーブルが付属されております。そしてカメラのセットアップするためのマニュアルが入ってます。この QR コードで専用のリトモルの専用アプリを入れてもらってアカウント登録してアプリの通りに設定していくというセットアップガイドが入っております。この通りにやれば皆さん簡単にできますね。でもやはりある程度こういうスマホのね、設定の知識がある方じゃないとわからないと思うんで、その辺はね、そういった詳しい方にセットアップしてもらいましょう。そして説明書ですね。2本分の説明書も入っております。使う前に必ず読むようにしてください。またこちらソーラーとかとね、組み合わせて配線することもできます。はい、こういった各種英文と日本文のセットアップガイドとマニュアルが4冊入っております。そして SD カードもは別に付属じゃなくて別売りとなっております。SD カードはね、32ギガね、を購入することが必要となります。はい、それではこちらのバッテリー2カム最新バージョンですね。こちらのリトモルワイヤレス LED 防犯カメラ充電式のやつ、詳しくこの後見ていきます。ではどうぞ。はい、早速詳しく本体見ていきたいと思います。これが配線不要でワイヤレス式、不要な配線コードなどがいらない簡単設置タイプとなっております。どなたでもお好きな場所に置くだけで防犯カメラとなる優れものとなります。充電時間は8時間ね、満充電してもらうと使うことができる大容量電池が入っております。充電式の防犯カメラとなります。また有線でもね、ここ開けてもらってコードを入れますと有線にもなりますので、電源を供給することもできる。お好きな使い方で使ってもらえます。で、ここが三脚の穴となります。ズームします。はい、こんな感じです。三脚の穴、そしてスピーカー、そして前面が、これが200万画素のレンズとなります。そして高照度 LED ライトが左右についております。非常に明るい LED ライトが点灯します。そしてセンサー、そしてここに両横に赤外線センサーが入っております。で、こちらナイトビジョンになりますと、モノクロとカラー、両方お好きな方から設定画面のアプリからカラーの深夜、暗闇でもカラーで見えるバージョンにもできるナイトビジョン設定もあります。はい、こんな感じで球形のどこにでも置けるワイヤレスタイプの防犯カメラとなります。もちろんこういったステーもついてきますのでカチャッと入れてもらえばお好きな位置に両面テープ、こういったね、両面テープ、またはお好きな場所に置くということで使うことができます。はい。そういった感じの防犯カメラとなります。また IPX 防水ですね。通常の雨ぐらいでは大丈夫なんで、屋外での使用もできるカメラです。こちらが最新バージョンバッテリー2カムとなります。新しくなって電池持ちも良くなったバージョンです。はい、まあ不要なね、もう防犯カメラを設置するときはね、どこに設置するにしてもコードの長さ、電源供給用のケーブルだったり LAN ケーブルだったり、コードがねこう伸ばすのが面倒くさかったりして設置場所を選びますよね。こちらは全く選ばないでいいといった防犯カメラになります。特徴としてこちら 1080p HD ビデオ、そして組み込み型の高照度 LED ライト、そして2つの暗視モードとカラービジョンと白黒赤外線ビジョン、モーション検知記録アラーム、双方向インターフォン機能、そして IP66 防水、太陽光パネルによる充電もサポート、カスタム可能な動体検知アラーム領域、カスタムアラーム時間、SD カードによる長時間ビデオ記録サポートをしております。 SD カードはおすすめは 32GB 別売りとなっております。簡単にこう取り外しておくこともできますし、三脚に立てて使うこともできる、ちょっとね鬼太郎の親父みたいな目玉式の画期的な配線コード不要の防犯カメラとなります。どこでもね簡単に置けますんで、防犯に役立つカメラ、また証拠を撮りたい時なんかにも役に立つ防犯カメラとなります。で、こちらセットアップする時はね、まず必ずカメラのセットアップというこれを開きまして、 iPhone、Android 対応となっております。Google Play Store、Apple Store からこの QR コードを呼び込むか、このリトモルというね、英文で検索してもらうと、こちらのアイコンのマークのアプリが出てきます。そして自分のアカウントとパスワードを登録してると、その登録したメールアドレスに番号4桁だったかな、送ってきますので、それをすぐ入力すると、それで認証完了という流れになります。そしてまあ本体は8時間充電してもらうということですね。するとこういったアプリが立ち上がって、あとはこの説明通り、説明が出てきますんでね、その通りに設定してもらえば設定できるといったものになります。アカウント登録が必要になります。そして Wi-Fi の、自宅の Wi-Fi のパスワードを入れてもらうというのが流れですね。簡単な流れです。はい、そういった感じになります。はい、そして中身ですね。これの開け方はですね、これ、ここにマークがついてます。これをくるっと回すと、はい、開きます。バッテリーはこの大容量のバッテリーが2本ついております。そして SD カードはこの下にね入れれるようになっております。このバッテリーを外します。今ちょっと見せれませんけど、バッテリーを外して、その下に SD カードを入れるスロットがあります。リセットボタンがここにあって、呼び込む QR コードですね、はい、があります。こんな感じです。これがリトモルさんのワイヤレス LED 防犯ライト、最近出たコンパクトでね、どこにでも置けるというのがいいとこですね。充電式ってありそうでなかったんですけど、ソーラータイプのはよくありますけど、こちらは充電して使うタイプです。そういったわけで次はね、この私のこのスマホの方にこちらの専用アプリ入れましたんで、まあ、映像だったりそういうのを見せたいと思います。では次へどうぞ。はい、それではリトモルのねアプリ立ち上げたところがこれですね。ログインしたところです。これがカメラアプリとなります。今映ってるのがお分かりでしょうか。これがその画面です。これが設定画面ですね。設定画面をタップしますと、しばらく待つとこういうふうにセットアップ画面が出てきます。デバイスのオンオフはここでできます。これが機器名です。リアルタイムで見るをクリックしますと、こういうふうに出てきます。明かりですね。インジケーターライトのオンオフとかも出てきます。すべてのセットアップはここでするようになります。これがナイトビジョン。カラーでするのか、この白黒モードにするのかという切り替えができるところになります。そしてスケジュール。どういった風にするのか、記録通知と録音のみなのか、ここをさらにタップして月曜日はどうするのかというふうなことを設定して保存すればいいといったものになります。一日中なのか、終日なのかというのも設定できます。これが各種設定ですね。そして監視エリアとかもここで設定します。監視エリアのオンオフ、動き検知、動体検知の感度です。はい。今一番低いにしております。こういった諸々の設定がこのセットアップからできますので、必ずここでお好みの設定にするといったことを忘れないでください。これがセットアップです。そしてタップしますと、はい。こういった映像が見えます。やはりね、無線で飛んでるんで、タイムラグはありますね。高解像度にすればするほどタイムラグがあります。今カメラの前にこういうふうに持ってきておりますが、すぐに映像が出てきませんね。やはりその辺はちょっと、改良の余地があるかなと思うところです。今やっと出てきましたよね。そしてこれを最大画面にします。タップして、はい、横画面、大きい画面に見やすいようにしました。こういった感じが画質となります。で、私の声がこちらから、こちらのマイクロフォンを通して出てるといったところです。ミュートします。マイクのミュートはここです。はい。これ、超高精細で映っております。さらにここをタップすると、普通の標準画質というふうになります。これが、標準画質。標準画質の場合は遅延はやはり少なくなります。こんな感じで、今、こちら出しておりますが、映ってるのがお分かりでしょうか。はい。で、これを、やはり映りがいい超精細にしますと、タイムラグがちょっと大きくなるといったところです。モニター見ててください。今、これ、見せてますよね。はい。こんな感じです。今起きました。まだ、こちらの方はまだ置いてません。これぐらいタイムラグがありますね。映像は非常に美しくて綺麗ですね。はい。ちょっとタイムラグがね、どうしても Wi-Fi でルーターに飛んでこちらに送られてきてるんでタイムラグがあるというところが難点ですかね。それとちょっと動きがスローモーに移りますね。でも防犯カメラとしては十分機能する。どこにでも置けて、充電式ね、置きたい場所にすぐ置いて撮影に入れるといったところの点では優れたカメラだと思います。こちらですね。こちら、詳細は下記の概要欄にリンク貼っときます。詳しい詳細を下の概要欄から見てみてください。こういった感じで、はっきりとカメラ、今私が映ってると思いますが、超精細で映っている画像をお見せしております。これがアプリを立ち上げて映ってる様子です。これが夜になると、ここにある赤外線ライトがついて、カラーモードと白黒モード、お好きなモードにこちらのアプリの設定から選ぶことができます。そして、こちら高照度 LED ライトまでついております。充電式でここまでね、できるカメラはありません。最新出ましたバッテリー2カム。こちら、リトモルさんのカメラ。だいたい8000円前後で購入することができますので、詳細を知りたい方は下の概要欄から見てください。この防犯カメラのレビューが参考になりましたらね、幸いです。そういったわけで、こちらがそのリトモルさんのアプリ。もちろん、登録したアカウントのメールアドレスに防犯の警報とかのメール、写真とかも送ってきて、こちらのアプリに保存されますのでね、防犯にはもってこいのカメラとなります。好きな場所に置きたい、配線なんかが面倒という方にはぴったりの充電式の防犯カメラ。どこにでも置けて屋外、アウトドアでも使用できます。こちら。そういったわけで今日はリトモルさんの防犯カメラ。設置がどこにでもできる配線不要の Wi-Fi カメラのご紹介でした。また良い商品があったらご紹介したいと思います。ではまたです。さよなら。